はいお疲れ様です即課塾の久保です11月28日朝9時ちょっと前なんですけどもまあ9時だと思って相場解説の方をしていきます、まあ、週が切り替わりましたので週足の方を見ていきますよねもう相場が動いてまして前回の陰線も確定しましたですんで、えー、ちょっと見ていこうかと思いますテクニカルでね今出入りを見ていただいてるんですけどもこの形も覚えがありますかね陰線と要線が横並びでね 同じ形でしょ同じ長さでしょで下ひげも大体同じですよねで上ひげはちょっと違うんですよねまあでもこれはまあほぼですねあの転換する予兆といいますか並びだと思うんですよ上から来たのが転換してこれから上に 帰っていいくとととこここころだという,ふうにここを判断することができますよね。で、形成中の陽線が今すごく短く出てますけどもこれが今週陽線で確定すするんじゃなないいかなと思います、まあ、そうなるとこの形から上の方に向かっていってねひいてはここを突き破って上昇していくのも見えるんですけども、まあ、そこまで遠い未来のことを言わなくてもこれはですね、うん、もしかしたら今週陽線で終わるかもしれないなという形で見ております。 えですんでね、えー、長い陰線、そして短めの陽線、その次に、あのー、陰線がまた出た,出たんですけども、これ通常でしたらね、あの下の方に向かうって判断できるんですけども、この陽兆が出てますんで、これがね。だから、これは多くの方が、まだね、勉強中の方は、このまま下に向かうんではないかと、にやりとするとこですけども、まあ、私のね、えー、相場感で言うと、これは、 そう思わせて上昇するんではなかろうかというふうに見ております。ですんで解釈的にちょっと難しい週足になってきますけども、週足を今のところね、今のところ上昇方面で見ております。で、全体的な流れも右上の方に行ってますんで、まぁ152円をね、もう行くことはないと思うんですけども、まあでもね、 現在の価格139円何がしですけども140円とか141円は十分今週中にいくんではないかなという,う形で見てますねはいじゃあデイリーの方も行きましょうかデイリーを見るとこういうふうな形になってますけども、えー、結局ポイントとなるのはここなんですよねここで下の方に1回行って押し目を作る意味でここを突き破っていったわけですよねドーンと突き破った でさらにそこから大きく上昇して最高点を迎えたわけなんですけどもじゃあここのね押し目を作る、まあ、そのポイント力点が横に伸びて、まあ、この辺で、うん弾かれて上の方に行くのかそれをともこれを突破して大きく下に行くのかってことなんですけども、えー、ここはね上の方に伸びていくんじゃないかろうかというふうに見ることができるかなつまりここに弾かれの2度目が来るってことですよね。うん まあですね、今週はこの上のフェーズで作っていくんじゃないかなっていうふうにね見ることができますけどもねその他下の方に向かうようなうんまあなんか兆候はないですねうんということで冷やしも右肩上がり今日は陽線で確定するんじゃないかなと思いますじゃあ4時間の方はどうでしょうか4時間は大きく上の方から来たわけなんですけどもうんここに来てちょっと下の硬さがね ありますねここら辺に硬い岩盤のような力点があって下がろうとしているものを引き戻す流れになってますここもそうですしねでここもそうかなと思いますだから一時的に下がることがあっても結局138円の565あたりで弾かれてまたね139円台140円台に戻るみたいな形が見えるなというところですねと同時に、えー、ここから始まった下への流れなんですけども この辺りまでは回復するんじゃないかなと思いますね。で、その前にここがありますね。ここはもじゃもじゃしているところがあるんで、ここを今、どういう風にね、えー、切り抜けていくのか、上の方に行くのかっていうところが、まあ、問われているのが4時間足だと言えます。ですので、4時間になってみると、上昇する可能性はあるんだけども、下落する可能性より上昇する可能性があるんですよ。ただし、ここが突き破れるかどうかってことになりますので、ここを慎重に見ていく必要があるかなってことですね。で、1時間ですね。 1>, 1時間をこうやって見ると、うん、どうでしょうかねあのこれがだから反転の兆候になっていてそれがそのまま反転の兆候が実現するっていうことなんですけども、えー、安値を切り上げて高値をこう切り上げていくとこですねですんでこれがこのままここを上回ってね上の方に行くようでしたら、えー、上昇トレンドが確認できると今1 3十円の363でえ推移してますけどもこれが139円のね後半 およそ140円ぐらいまでいくとなると今度はどこかでブレイクポイントを作っていけるんじゃないかなとまあここが大きいですよね139円の675を超えて上昇するようでしたら倍の方で大きく入れるかなとここら辺まで狙っていけるんじゃないかなと141円台までねそういうふうなシナリオを書きながら1時間を見ていこうかと思います、うん、だから全体的にこの1時間から週足まで 倍の方向に向かうっていうふうにテクニカル的には見えていくんですよ。下の方に行く理屈があんまり見当たらないんでね。まあそれでも下の方に行くことはあり得ますんで。うん。だからそこら辺をね、確率の少ない方もちゃんとカバーする意味でロスカットラインを設けながらエントリーしていこうかと思います。で、当面何するかっていうと、今1 3 0円の三6 3でしょ。だから20ピップスから30ピップス、このまま価格が上昇したらエントリーを考えますね。1 3 0円の まあ500あたりでエントリー倍でかけていこうかなというところでございますえそれではまた追加放送をすると思いますえっ、ー、とオリガルヒの皆様ね追加放送しますけどもすいません一般でご覧になってる方は今日はこれで終わりです頑張ってください